ファナの印象はそれぞれの役割しっかりと果たして相手のミスを待って相手のミスから得点するようなチーム、まあ、楽しみですね。毎年いいライバルであるし、ゼガの負けてからしっかりパナソニックに勝てるように準備してきたんで、連携取れたアタックを練習してきたので、そのチームとしてアタックするところは去年以上に良くなってきてるのかなと思います。はい、相手もいいジャッカラがいるので仕事量で頑張ります。本当に一つのミスが試合を左右する、本当緊迫したゲームだと楽しみです。去年のことはありますけど関係なく一緒に花に勝ちたいと。個人的にも一番勝ちたい相手です。相当気合入ってます。中村亮とキャプテン戻してフラット来た、ケレビ、この2人の対決、13番同士流れ、うわー繋いできます。アグレッシブにアタックする、そして中野、うわー、もぎ取ろうという松田力也、これもジャパン同士のマッチアップ、走り込んでくる、後ろを通す、長いパスが入る。さあ、ここトライ認められるかどうか、石原慎太郎です。トライ認められました。さあ、1番の石原慎太郎が大外にいました。2017年9月の久保田戦以来のトライとなります。これも一番外にプロップが待ってたんですね、まあ、たまたまいただけじゃなかったんですよ。藤井さんどうですか、でも改めて今の一連の攻防は。そうですね、本当に、ペナルティからの、攻撃だったんで、はい、アドバンテージも出てましたし、でまあ、サントリーが取るなら形かなと思います。つながらない、そうですね、ちょっとカードが入りましたね。うわ、また吹っ飛ばしていく、すぐさばいた、井沢から田村、中村亮と悪魔、さあ中野スピード持っていく、ディフェンス来ているが外した、いやいや伸ばしたボール、インサポートしました。素晴らしいサポートでした。最後抑えたのは下川幹事です。コロインベってさすがに追いついたと思ったらつなぎました、ね、さん今の一連のトライまでどうでしょう。そうですね、中村亮君も話しましたし、でそこでのオフロードも良かったので、この形が、サントリー前半たくさん出したいですよね、うん、おお、中野外しましたね。最後は下川、
まあ、昨年の4月入社で藤島さん一番にこうデビューした人でしたね、そうでしたね。おーっパックスを取れ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 こんな感じですIt's so important now, tackle the tackler. You got to take him off straight away. Always focus on yourself. Not the referee.相手人数が減らない多いみたいな感じますよね、人数が。それがまあ林君のディフェンスですよね。攻める、さあ裏出ました尾崎、サポート後ろ真後ろついていますが、結果は渡す形になった。まだ行くか山沢、ボールが当たった、コロインベテ、また奪い返す、ゲーム生きてます。飛び込んだミラー、体動くですね。あーなるほど、後半投入されたミラーでした。ここはゲームを切ります。34対17です。ジャパンラグビーリーグワン2022第7節の戦い、埼玉ワイルドナイツが東京サンゴリアスを下しました。ワイルドナイツは戦って負けなしの5試合、そしてサンゴリアスに初めてリーグワンで土がつきました。今日の試合に勝って一つ大きな勝ち星を取ったと思います。今後の戦いに向けて一言お願いいたします。本当に戦線大事な戦いが続きますし、負けられない戦いが続くので、チームのいい準備をしっかりして、めちゃめちゃいいパフォーマンスができるように勝ちを続けていきたいなと思います。マゼラッペン選手さん、ありがとうございます。ありがとうございました。悔しいだけです、まあ、改善できるところいっぱい、まだまだ伸びるところあると思うんで、もっと伸ばしていきたいです。ありがとうございます。 Can think about it absolutely in the next 30 minutes. 今考えないといけないことは、 Then what we need to do is move quickly. ここからまた次に切り替えてしっかり進んでいくっていうことです。 OKもう一回あるからチャンス。ワンモーチャンス。ファナ倒せるチャンス。もう一回あるから。Against Panasonic in the semifinal or final。いい学びね。ただでも今週積み上げてきた自信とかはなくなることないから。これからまた来週積み上げて一個一個積み上げる。積み重ね。ここリセットしないよ。続いてる。OK。カードでしっかり来週向けてレビューして。And have a good review and moving on to the next week. Okay, big energy も OK. So we have to come back with the big energy next week. Okay, okay. Let's go. 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 Let's go.新しくもらったかなと思います。まあ、自分たちのコントロールする時間を増やすっていうところが一番の課題かなと思います。いいアタック持ってるし、まあ、サントリーらしいアタックができたので、その時間帯を増やすためにどうするかっていうところをしっかり突き詰めていきたいなと思います。ありがとうございました。一番悔しいですね、まあ、去年の決勝を負けてて今回負けた悔しいっていう気持ちかな。まあ自分たちにやるべきことは変わんないんで、そこに向けて来週もう一回いいパフォーマンスして勝ちに行きたいなと思います。はい、ありがとうございます。まあ、いい入りしたんですけど、まあ、最終的にはダブルスコアで負けて、まあ、本当にパナソニックのやりたいラグビーをやられたなという感じです。まあ、これでシーズン終わったわけじゃないんで、まあ、次の試合に向けて
しっかりショートウィークなんでチームで勝てるように準備してきます。あれ、ありがとうございました。世界が終わったわけじゃないし、まだ今シーズンも残ってるから、こっからっす。やらします。よいしょ。